オイゲン・レビーネは、ロシア出身の革命家、ドイツ共産党の政治家。1919年4月に成立したバイエルンレーテ、共和国の第二期に指導的役割を演じた。ロシア帝国のサンクト・ペテルブルクに、ユダヤ人商人、ユリウス・レビーネと、ロザリア・ゴールドバーグの息子として生まれた。3歳の時に、父・ユリウスが死んだため、母、ロザリアに連れられて、ドイツ帝国に移住し、 ビースバーデンとマンハイムに住んでいた。1903年からハイデルベルク大学で法学を学び始め、1904年にベルリン大学に移ったが、そこでロシアからの亡命者と接触を持った。1905年9月、革命先導者としてロシアに戻りロシア第一革命に参加し、1906年に当局により逮捕され、シュベリアに追放され、 1908年にも再逮捕されて激しい拷問を受けた。1908年に母による出費と引き換えに自由の身になり、1909年にドイツに戻った。ハイデルベルク大学で国民経済学を学び、博士号を取得した。1909年にドイツ社会民主党の党員となり、1913年にバーデン大公国の市民権を取得した。 1915年にハイデルベルクで同じロシア生まれのローザ・ブロイドと結婚し、息子、オイゲンを設けた。彼女はレビーネの死後、共産党政治家のエルンストマイヤーと再婚している。第一次世界大戦中は通訳として、捕虜収容所に勤務し、ドイツ独立社会民主党に参加、また、スパルタクス団の設立に参加した。1919年初め、 レビーネは新たに設立されたドイツ共産党で指導的立場にあった。1919年3月、レビーネは州首相、クルトアイスナー暗殺を機に革命の機運高まるミュンヘンに送られた。レビーネはミュンヘンの KPD を指導し、また、党機関紙、ミュンヘン赤旗新聞の編集を任された。1919年4月、 共産党主導のバイエルンレーテ共和国第二期政権の指導者になり工場の国有化や紙幣の廃止、教育制度の改変を目指した。また独自の赤軍を組織しレーテ共和国に反対する人々を拘束した。ドイツ国大統領フリードリヒエーベルトがレーテ共和国の討伐を決定すると4月29日に 最高処置として拘束した人質8人を処刑した。エーベルトンの指示を受けた国防大臣グスタフノスケはバイマル共和国軍、ドイツ義勇軍3万9000人を派遣し、5月2日にレーテ共和国は武力鎮圧され、レビーネは逃亡した。鎮圧後、国軍と義勇軍は報復としてレーテ共和国派700人を殺害した。5月13日に レビーネは逮捕され、6月にミュンヘンで裁判にかけられた。6月4日に国家反逆罪で死刑判決を言い渡され、翌日シュターデルハイム刑務所で銃殺刑が執行された。レーテ共和国崩壊後、バイエルン州では、州首相ヨハネス・ホフマンが退陣に追い込まれるなど受刑化が進み、アドルフ・ヒトラーが台頭する基盤が作られていった。裁判の際に発した言葉、 我々共産主義者は皆、休暇している死者なのだ。それは私にもわかっている。あなた方が私の休暇を延長するのか、それとも私も、カールリープ・プクネヒトや、ローザルクセンブルクのところへ行かねばならないのかは知ったことではないわ。有名になった。ありがとうございます。